素晴らしい息の合ったフォーメーションフライト。そして今日は全員こちらの方に集まってください、はいはい、こちらに来ていただけるんですね、はい、皆さんに。そうです。今から車輪を格納してから、右にブレークして左旋回して滑走路に向かってきます。ご注目いただきましょう。お願いします。いやーモナリザまたパワフルですね、はい、赤い翼が印象的です。そしてこの機体にはタシマルくん、この空港のマスコットタシマルくんも描かれています。この後左旋回してまた、はい、右旋回に入って南側から滑走路入ってきます。はい、左に旋回いたしました。今度は南側から滑走路に入ってくるということです。うわ、なんか空を自由自在に飛び回れる機体という感じがしますね。はい、はい、南から、はい、おしりさんと江坂さん、そのボナンザの大ベテラン、素晴らしいパイロットです。お清水会長も絶賛のパイロットが、ね、今日ももうボナンザを話したらもう手足のように操られると。そうです、うん、僕よりはるかにうまいと思います、ボナンザに関しては。はい、すごいです。さあ、皆様右手方向から進入してまいりました。ご注目ください。この後上昇して失速判定します。まだ何キロぐらい出てるんですか？250から60ぐらいですね。250から60。そしてこれからどんどんとスピードが下がって落ちて、はい、そして失速ほとんどゼロに近いそうなりましたね、はい、快感ですよ。うわ、見てると怖いっていう感じもするんですけど、さすがベテランスタイル。どうなんですか、空の上で止まってしまうっていうのは怖いのがあるじゃないですか？いや、そんなことないです楽しみでやってますから。楽しみでやってます。いやですね、いやもうこのね、あの西里さんと小坂さん、あのギアがかあの綺麗に格納できるのはこの飛行機だけです。小型機ではこれだけ。そうです、あの他の飛行機はどっか見えてます、車輪が、うん、とても上空飛んでる。さあ今出てますね、車輪が、はい、ギアが見えます。皆様ご注目ください。さあ小型機ではこの綺麗に隠れるのはモナンザだけということで、さあここからギア上げてご覧します。今ギアが、はい、そして地区下が閉じられるような形で全くギアが見えなくなってしまうんですね。はい、はい、で大きな角度をここ私も飛びたいんですといえば、はい、このボナンザに乗りたいですという方はぜひメンバーになっていただきましょう。これが通常のボナンザのアプローチですね、はい、ちょっと早いですけどね。はい、先ほどのランディングギア、ランディングギア、はい、ここはランディします。そしてこれから機体は左に、はい、そしてギアもきっちりと格納されました。はい、この後も最終的に、着陸します。はい、はい、さあこちらね、小型機でギアが、はい、格納できる機体ということなんですが、はい、結構高級車の方なんですね。あ、小型機としては一番いいですね。ベストですね。あ、ベストの機体であるということで。車で例えるとどんな感じなんでしょうかね。あ、高級車高級車、キャデラッククラスですからね。アメリカのキャデラッククラスの機体になるということで、はいはい、だから燃料満タン積んだら7時間、はい、約2000キロぐらい飛びましたよね。7時間2000キロ、だからあの燃料のことを考えなければ沖縄から北海道まで、はい、行けると。行けます。試した人はいないんですよね。やってません、はい、今までですとどのあたりまで飛んでいらしたんですか？仙台、沖縄、はい、行ってます。さあローパスしてます。これが最後です。240キロぐらい出てるんですね。そうです。さすが野尻さん。野尻さんもどのぐらい飛行時間乗ってらっしゃるんでしょうか？野尻さんは1300時間、ボナンザでは800時間、はい、アマチュアではもう大ベテランですね。ボナンザだけでも800時間も乗ってらっしゃる、はい、大ベテランですね。さあその野尻さんならではのアプローチで入ってきまして、見事に滑るように滑走路にスーッと流れるように入ってらっしゃいましたが、滑るように入ってきました。綺麗な機体ですよね。ですね、赤と白の機体が今日、ね、うん、晴れてきました。この雲の合間に覗く青い空に映えて楽しいフライト見せ